おはようございます、糸島の旬を伝えるババチャンネルです。今日は、糸島市ケアの、柴田園芸さんに来てます。今日はですね、アボカドたくさん今なったってことで収穫のお手伝いに来ました。今から行きます。こんにちは。こんにちは。お手伝いに来ます。柴さんです。柴さん、こんにちは。ライチとエモモの柴さん。もうエモモももういい感じですか？もう色づきが始めたぐらいの感じですね。楽しみですね。まあ、まず今日はじゃあアボカドのリード、リード今何種類ぐらいあるんでしたっけ？だいたい今3種類から4種類。3種類で、リードが今で、カビラが11月、11月で、モンローが12月ですね。楽しみですね。じゃあ今日、今から一緒に撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそ。これから行きましょうか。どっから切るんですか？この部分です。ここからも切ってみますか？はい。何キロぐらいだろう、何グラムだろう。400、500、300、400かな、うん、アボカドってこのリードは実がついて1年ぐらいかかるんで、ちょっと外側の色合いがよろしくないですけど、食べたら美味しいですね。実がなって1年かかるんです。だからこれが来年の実ですね。ここにある、同じ木なんですけど来年の実はここに。すごいですね、そう考えれば。だからもう種類によってもう半年ぐらいで収穫するのもあるし、同じ木でそういうことだって。面白い。だから来年の実、今年の実っていう感じですね。すげえ。じゃあ実を鳴らしながら 花も受粉する、受粉するんですね。じゃあ今、はい、これもいいですね。いいですよ。これ硬いけど追熟した方がいいんですね。はい、硬い超いいです。ありがとうございます。いや、2つの木からこんだけ何個です？30個ぐらいですね。30個ぐらい取れました。ありがとうございました。いい勉強になりました。これ今日のプレゼントです。お、ありがとうございます。やった、もらいました。リード初めて、ちょっと硬いですけど、うん、いいですか？切ってみます。はい、すいません。硬いですか？硬いですね。おー、見て見て見て、綺麗。はい、国産です。アボカドリード食べていいですか？どうぞ。すいません、いただきます。うん、硬いでも絶対熟したらうまいですね。いや、食べ頃はどれぐらいですか？1週間から10日ぐらいですね。1週間から10日追熟させて食べたら美味しい、うん、どういう食べ方が一番ベストですか？普通にこの、僕はわさびと醤油、うんうん、そうですよね、うん、この間マグロでしょ？マグロ、はい、マグロとネギトロネギトロのマグロと美味しいと、まあなんかすごく想像できますよね。海外産のよりも全然味濃くて美味しいんで、ぜひ国産アボカド、柴田さんの作るアボカドをよろしくお願いします。はい、ということで、柴田さんのリードを10日間追熟して、切ってみたんですけど、早速食べてみます。もうなんか色ツヤ最高ですね。海外産のね、よく食べますけど、それとどう違うのかちょっと楽しみですけど。うわ、柔らかい。こう切る時もね、結構やばい。皮もすぐポロポロ抜けましたね。うん、あ、本当にもうバター、あー、なんかこうすごい柔らかくて濃厚って言ったらいいのかな。すごい口の中がこうまとわりつくっていうか、うまいっすよこれ。甘い、甘く感じる。甘くないけど甘く感じますね。もうすごく美味しい。もうなんか柴田さん、いろいろマグロに和えたりとか醤油かけたりって言ったけど、もう絶対醤油いらない俺。
そのままですね。これにこうサラダとかにあえて食べてみたいかな。うん、おいしい。これがリードっていう品種ですね。で、11月にパビラで、12月にモンローなんですけど、まあ私まだそのカビラとかモンロー食べたことあるけど、いろんな個性がある3つとも味が全然違うみたいなんで、モンローも食べたけどこれより濃厚で、柴田さんも言ってたけど僕もそう思うかな。もっと濃厚なあのモンローとかカビラがねありますんで、またご案内していきたいと思います。あとはあの国産のね良さで、近くでこういった美味しいものが作られてるってことをまた改めて再発見した、また一日でした。また来週も、糸島の旬をお伝えしたいと思います。馬場浩司でした。ありがとうございます。